まあ、昨日一応、ね、卓球の試験、まあ、終わってさ、まあ、受かった人もいればね、申した人もいるんだけどさ、こうね、まあ、聞いてて、あなたもこう分かったのはさ、結果ってさ、求める人と求めない人っているじゃん。でさ、よくよく考えたらよ、僕はさ、ずーっと今まで結果を求めてその生きてきてるんだよね。でさ、よくほら、バカでもさ、なんかスポーツ選手ってなんか対戦する人いるじゃん。あれってさ、子供の頃にね、スポーツやってるからなんだよね。でそうするとスポーツやってるとさ、必ず順位ってか、結果として出るわけじゃん。で例えば僕なんか剣道やってたから、剣道でさ、やっぱりさ、当然勝つために剣道やってるんでさ、要するに、なんていうかな、その勝ち続けることがさ、要するにこう上を追求することになるじゃん。だから当然だけども苦しいさ、その、まあ、練習とかもさやりながらさ、それで、まあ、大会に出てね、で勝とうとするわけじゃん。で段はね、そんなね、高くないんだけど、要するに試合ではさ、俺意外に強い方なんだよ。でね、いろんな手使ってね、勝ったりね、するのよ。でさ、それはね、結果を求めるから、当たり前だけどもさ、その間の、要するに、なんとかな、プロセスがあるわけじゃん。だから剣道なんかでもそうだけどさ、まあね、9から始まってだんだんね、この段になってさっていうことになってきた時に、段によってその戦うさ、その場が違うっていうのかな、要するにステージが違うんですよ。だから当然有段者は有段者でステージがあって、でそこで戦うから、またそれよりまたさらに面白いところに行こうってなるから、練習を繰り返すわけだね。でそれと僕は同じことだと思っていて、でさ、僕はね、別にいつも言うようにね、大学出てないですよ、ね、専門学校だ出てるのはね。でも恥ずかしいと思わないですよ。なんでかっていうと、それ関係ないことだから。要するに何ができるかって考えるとさ、例えばね、卓球の試験ね、昨日受けてさ、まあね、結構優秀な大学出てるくせに落っこるやついるわけじゃん。でこの人たちってね、実はね、常に結果を求めてないんだよね。要するに、例えばじゃあその学校出たから何人ができたんですかっていうことを考えると、その優秀な大学が出たからといって優秀な結果に結びつかないってことね。でつまり結果を求めることによって、要するに何をするかってことを決めてる人っていうのは必ず成功するんですよ。で僕は今実業世界でやってるよね。でさ、免許って実はいらないんですよ。僕卓球の免許もいらないんだよ、もうすでに。なんでかってこんだけ社員いるから、別に卓球の免許いらないのね。だから結果を求める仕事だから、要するに事業として結果を求めるわけね。例えば南側の建築工場だ、そうだ、要するに建築の会社だけども、要するに免許はさ、ね、社員が持ってて、で、ね、ただ設計とかね、要するに建物とかにはこだわりながら作るよね。当然だけど僕ね、建築の免許2級の資格がさ、学科受かったけどね、図面で怒ってんだよ。でね、だけど建物についてはすごい好きだから、いろんなこと考えるじゃん。で結果としてさ、僕が作った建物って作品として残ってるわけだよね。でこれはさ、別に設計の先生頼んでいろんな形でやって結果を残してるわけ。であと例えば某ある方のさ、ね、相続対策の仕事をしてる方の、要するに訴訟関係でもさ、全部ね、弁護士と打ち合わせしながら準備書面僕たちが作ってるわけで、勝つわけじゃん。でそれは勝つっていうのは何かっていうと、法律と照らし合わせだけじゃなくて、常識と照らし合わせたらどうなんですかってところからやるから、理論は勝っちゃうわけですよ。でだから問題はね、そこで何ができるかっていうことなわけだ。で全てのことについてはそうなんだけども、例えばさ、うちの会社の中でもね、要するに営業でさ、ね、営業っていうか仕事でね、結果出す人とさ、出さない人っていうじゃん。それ何かっていうと、結果を出そうとしてるかしてないかなんですよ。で資格試験ね、昨日の宅建の免許っていうのもそうなんだけど、うちの会社の中では宅建の免許を持ってなくて営業には出せないんですよ。だからずっとアシスタントなわけ、ね、だからアシスタントとして表示されてるわけ。お客さんにも分かるようにしてある。それは何でかっていうと、うちのホームページのこのタレントページっていうところに全てその人の、要するに、取得ライセンスとかそういうの書いてあるね。だから当然だけども全部オープンになってるから、当然だけどもね、最低必要条件の宅建を持ってるか持ってないかっていうのはね、まずはそれは書いとかないとお客さんに迷惑になるからなんですよ。だからここはちゃんと明示してある。でそれは事実として照らし合わせてもらうってことで、あとはね、問題は仕事なんですよ。できるかできないかっていうのは、要するに仕事に対するどういう姿勢であるかっていうことね。
あとあの結果についてどうするかっていうこと、例えば、ね、僕なんかはいろんなことやってきてるんだけども、例えば、まあ、不動産の、ね、投資についてあって、これは、ね、前職の会社で社員のうちに不動産買ってさ投資してるわけですよ。でそれはね、じゃあ、ね、こういうことができるんじゃないか、ああいうことができるんじゃないかな。あともう一つはお客さんのお手伝いをするときに絶対必要条件だったわけで、当たり前だけど提案した内容についてしくじったらさ全部信用を失うでしょ。だから一生懸命勉強してお客さんのお手伝いをしている中で自分がやってなかったらさかっこ悪いから、まあ、とりあえずちっちゃいとこから始まって、で結果的にはさ、まあ、学生税職の会社 の時に、まあ、5億円くらい買ってるわな。でそれはさだん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 規模大きくなってきてるんだけど、これってね別にね、本業じゃないんだよね。お客さんをサポートするためにやってる仕事だったわけで、今はね、じゃあ不動産の投資についてじゃあ本業でやってるかったらやってないでしょ。ただ技術としてお客さんに伝えてるんですよ。でも僕の本業は実業なんですよ。だから実業をうまくさせる、ね、で、当たり前だけど今ね日本テナンサービスも新しく作ったし、いろんな会社作ってるよね。でこれは実業としてやってるわけで、実業は失敗は許されないってことわかる。でその失敗は許されないってことを要するに我々経営者っていうのは やり続けなきゃいけないってことで、会社の中でもそうだね、事業部っていうのがあるね。その中でこの事業部は、ね、要するに成功し続けなきゃいけないんですよ。だからそのために何をするかってことを結果を求めなきゃダメだよってことで、その結果がダメだったら要するにお客さんから評価をされてしまうよってことになるわけだから、ね、実際うちの会社の中ではまずね、学歴ってあんまり気にしたことある？ね、冗談でさ、冗談とかね、結構やりされることはあっても、うちの会社の中で学歴高いからってさなんか評価された人いる？いないと思うよ。ね、学歴で評価なんて小林くんやっぱトップだよな。違う？うちの学歴でトップと小林くんじゃないの？そんなことないか。ね、まあ何でもいいや。でもさ、ね、別にあいつ学歴で評価されないでしょ。ね、だって入社の時全員一致で反対なんだから入社。ね、でもさ、ね、やっぱコツコツ努力してさ、ね、それ頭がいいっていうのは事実だから。ね、その頭のいいとこ使って要するに相続対策の仕事にこうね滑り込んできたから、なんとなくさ、ね、本も僕の本手伝ってさ書いたりなんかして、ね、一応はね、うちの会社の中では相続対策については第一人者ですよ。僕の次の要するに能力のある人じゃん、ね、っていうところまで行ったっていうのはね、学歴じゃないんだよ。その興味を持ってコツコツと積み重ねたことの仕事の質なんですよ。だから全て仕事で評価されてるってことね、だから仕事で評価されるってことが一番重要であって、で結果が全てなんですよ。だその前に持ってる資格とか持ってる、ね、要するに素養だとかいうことじゃないのね。いやそれを使って何ができたんですかってことなんですよ、ね、だからね、ただうちの会社の場合は第一ステップはもう営業についてはもうこれ最低必要条件の宅建の資格ね、これは持ってないとダメなんですよ。いい？これはもうずっと僕はね前職の会社から言い続けてるわけ、ね、不動産業の地位が低い理由っていうのはそこなんだよ。バカでも仕事ができるってこと、ね、要するに宅建の資格すら受からない人が仕事ができちゃう仕組みが僕はおかしいって言ってるわけ、ずっと言ってるんですよ。だってそうでしょ、ね、タクシー今あそこ並んでるじゃん、あそこにさ、ね、タクシーの運転手みんな、ね、一応普通二種の免許持ってるわけだよね。で運転上手い下手は別としても免許を持ってるからタクシー乗れるわけじゃん。でもさ、その運転手の人たちが例えばだよ、ね、要するに日本の不動産業みたいに二種免許の免許持ってるやつが一人いたら、ね、他の5人はさ免許持ってなくても運転させてやるよって言ったらどうなっちゃうの？事故だらけでしょ？そう思うんだよ。で僕不動産業ってそういうもんだと思ってるわけ。高いお金をねいただいて、ね、要するに下手すれば今となってはね昔の景気の時から比べたら弁護士より高いんですよ今うち の要するに所得レベルとかね、あとは報酬レベルとしてはね、はっきり言って事業としては低いよ、ね、消費税より安いたった 3% の仕事で仕事を回してるんだけども、でも他のさ靴屋さんとかね飲食店とか比べたらそらね高い付加価値のある仕事をしてるわけでしょ。でこの付加価値の仕事をする人がやっぱりその最低限必要なさ、ね、常識的なねその知識というのがなかったらそれはまずいでしょってことなんだ。で僕も昨日ねもうお話した通り、僕はね宅建の資格はねこれね前職の会社ね不動産業に入った時にすぐにね考えたんだよ。
これないとまずいぜって、うん、なんでかと恥ずかしいんだね。なんでかとせっかくね、仕事をしてお客さんがついた時にね、いざ契約の時にね、わけわかんねえ自分より能力多分低い人に対してね、要するにね、すいません契約お願いします言うじゃん。その都度頭下げる。俺人に頭下げるの大嫌いだから。もう仕事で結果出すっていう立場でいくと人に頭を下げること大嫌いなんですよ。要するにそういう仕事しないから。だけど残念だけど仕組みとして人に頭下げなきゃいけない、すごい毎日毎日恥ずかしい思いをするわけだ。だからこれはね自分で取らなきゃいけないと思ったから、僕はね毎週ね、4月の入ってから毎週水曜日の休みの日は図書館に行って図書館に出勤して、ね、それで夕方までは勉強して、でただその日は会社休みだからって言って5時以降は好きな自分の、ね、時間を過ごすっていうことをしてたわけで、確実に受かる仕組みを考えるわけだ。で確実に受かるでしょってこと。僕筆記試験で落っこったこと一回もないですよ。今までの経験の中で資格試験で落ちたこと一回もないんですよ。どんな資格試験でも一回で受かってる。なんでかっていうと受けようと思った時に受かる仕組みを考えるからなんだよね。でそれは何かというと結果を求めて行動するから当たり前だけど受かるんですよ。まあ残念だけど図面はダメだったけどなそれはまあしょうがないけどね。でもね学科試験はねまあそんなに難しいことってないんだよね。何かというと人が受かるんだから自分受かるに決まってるわけだよね。だから人以上に勉強すれば受かるわけじゃんってこと。だからつまりね物事を考えるときにじゃあどう自分が今やろうとすることね、結果は何ですかってこと、それに向かってどう進むんですかっていう人とそうでない人では大きな差が出ちゃいますよってこと。受かった人は来年受験しようっていいわけだね。でも落ちた人はまた来年受験しなきゃいけないでということになるし、それは時間のロスですよ。ね、でもう一つは僕は資格試験でねよく過去問いっぱいなさいとか言う人いるけども、俺はそれはね嘘だと思うんだよ。俺過去問なんてやらなかったもん。うん、まあ多少やったよ。試験の直前には やったけども、その前にちゃんとね民法の勉強ちゃんとしたし、あとは宅建業法も勉強したし、ね、あと建築基準法も勉強したし、でそこで勉強したから僕ね32の時に法律の本書いてるんですよ。そうでしょ。32の時はこの業界入って7年で法律の本書いてるんですよ。それなんでかって言ったらその時にちゃんと徹底的に法律を勉強したからだから。うん、だから宅建の試験を受けるってことじゃなくて、やっぱり一つ一つねその勉強の趣旨ってことを理解してちゃんと深く掘り下げて勉強しておくと、その時点でもう他のものについても汎用できるから、まあ、ぜひね今年起こった人は時間を作ってちゃんとね勉強した方がいいですよ。そうしないと社会にというかこの業界にいる限りはずっと取り残されるってことね。これはぜひね考えて今年取ってもらいたいと思いますね。以上。